今回の動画は2022アジアアーティストアワーズが開催されたということで、その感想について話していきたいと思います。 K-POP 好きの方、ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。まあ豪華でしたね。出演者がかなり多くて、もう超豪華なステージでした。なんですけれども長いとにかく長いって感じでしたねもう皆さん見るの大変だったんじゃないですか。私もね、仕事から帰ってきて多分途中7時ぐらいからしか見れなかったんですよ。だから前半は後でね、見逃し配信で見ましたが、いやそれでも長かったから、4時からリアタイしてた皆さんは多分すんごい長く感じたんじゃないかなって思います。そしてさらにもう現地にいる方はもう大変なことになってますね。何時間ぐらいいたんでしょうか、会場に。すごい長さでしたね。もうあれはちょっとね、あの時間はアラフォーにはなかなか難しいですねだからママに参戦したんですけど、ママは2日に分かれてて、もうちょっと時間も短かったので、まあ、どうにかね過ごせましたけど、あーこれね、現地参戦してたら大変なことになってたなと思います。でも本当豪華だったから、現地で見れた人すごい羨ましいなと思いますけれども、もう韓国のアワードってそういえば長かったですよね。なんかコロナの間にちょっと忘れてました。まあオンラインのやつとかはもちろんいつも見てましたけれど、オフライン今年ねどんどん再開してて、アワードってそういえば長かったと思って歌謡祭とかよりも長いですよね。受賞のコメントとかもあったりするから、いやでもとにかく豪華でしたよね。じゃあまず出演者の方ですけれども、セブンティーン、ドボーイズ、ストレイキッズ、イッチ、トレジャー、アイブ、ケプラー、ルセラフィム、ニュージーンズ、ペンタゴン、カード、チェイエナ、ニジュー、エンミックス、テンペスト、宇宙少女、チョコミ、ベリベリ、アレクサ、クレビティ、TFN、キングダム、ライトサム、ビリー、トレンズ、ラピルス、ABTO、イムヨン、エンティーム、サゴンイホ、ザ・ランページ・フロム・エグザイル・トライブ、ビーファースト、リオドラ、ペック・パリット・チョーク。すごい数ですね。ママと同じぐらいですかね。なんかママより多いんじゃないかなっていうぐらい、これに俳優さんたちいらっしゃるので、すごい数ですよね。まあそりゃ長時間かかりますわっていう感じでしたけど、まあこんなにね、豪華なメンバー一気に見れるってことなかなかないですからね。豪華なイベントですよね。まああまりにもちょっとね、出演者が多いので、全部のステージの感想は語れないんですが、お茶会 TV で注目している出演者の感想を話していきたいなと思います。まずはなんといってもエンティーム、もう大興奮です。もう私ちょっと見逃し配信で見たんですけれども、トップバッターだったんですね。すごい、デビューして数日でアワード出れるっていうのがもうまずすごいですよね。はい、まさかの2曲披露ということで、なかなか2曲両方は見れないですから、音楽番組ではね1曲ずつしかやっぱり見れないし、2曲見れたのはすごい嬉しいですね。私仕事中だったので、多分エンティームが出演している時間帯は、仕事終わってツイッターのタイムライン見たら、なんかもうスケ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 って大騒ぎになってたんですよ何がどうなってスケスケ何と思って、エンティームのことですごい話題になってるっていうのは分かったんですけど、衣装がみたいな、どういうことと思ったら、ケイ君の衣装がちょっとこうシースルーっていうか、スケスケの衣装を中に着てたんですね。それでこうもうケイペンの皆さんがすごい湧いてたっていうことだったっていうのが後から分かったんですけど、セクシーでしたね、うん、よかったな、かっこよかったな。でマキ君見るたびに身長伸びてません？最近ショーケースでね、マキ君生で見たばっかりなんですけど、なんかどんどん大きくなってるなと思って、このデビュー曲の活動の間にね、身長なんか大きい組に近づくんじゃないかなっていう感じしますよね。そしてラピルスとビリーちゃんたちも出演してて、ガルプラ同窓会みたいになってますねまあケプラーの話も後でするんですが、ラピルスもね結構シャナちゃん私大好きなんでチェックしてるんですけど、ラピルスっていつもなんかこうエキゾチックな感じっていうか、アラビアンな感じって言ったらいいのかな、楽曲やってるじゃないですか。あれがこう特徴的でいいですよね。今回のパフォーマンスもかっこよかったですし、あとビリーちゃんたちも私ね結構応援してるのでいつも見てるんですけど、最後の方のダンスブレイクちょっと変わってて良かったですよね。ビリーちゃんたちダンスうまいですよね。よくナムジャのグループのダンスカバー動画出してますけど、ダンスやっぱねビリーちゃんたちうまいんだよなっていうのを今回見ても思いましたね。きっと楽屋でガルプラメンバー同窓会みたいになってるんじゃないですかね、こう喋ったりしてるんじゃないかなと想像したりしてますが、
が、そしてベリベリ、あのベリベリについて動画で語ったことないと思うんですけど、実は私も太陽も結構ベリベリをしてて、ベリベリって自主制作アイドルじゃないですか。セブチみたいに楽曲も作ったり振り付けも作ったり、で MV とかもやるんですよね。だからベリベリ結構ねすごいグループなんですけど、もう今回もめちゃめちゃかっこよかったですし、もっとね知名度上がってほしいなって個人的には思いますよね。でもなんかアワードでベリベリ見れて嬉しいなと思いました。そしてエンミクスちゃんたち、いやもうねとにかく言いたい、よく頑張りました。本当にそれに尽きる。もうね本当びっくりしましたけど、脱退のねニュースありましたから、きっとドタバタで準備したんじゃないかなっていう感じするんですよ。ポジショニングとかねいろいろ、でメンバーもいろんな気持ち抱えながらやっていると思うんですが、あの素晴らしいステージでしたよね。頑張れって思いながら見てました。ですごくよく頑張ったなって思いましたし、これからのエンミックスちゃんたちをこう K-POP 好きとして見守っていきたいなと思いましたね。頑張ってほしいですね。そして我らがケプラーちゃんたちもね、ケプラーちゃんたちはステージの前に、私は言いたい、あのドレス可愛かった。ドレス姿ブルーテイストのね、ちょっとね今回のドレスはねスタイリストさんも大正解ですよっていう感じしました。なんだディズニープリンセスみたいなちょっと雰囲気もあり、みんなそれぞれデザインもね身長に合わせて変わってたりとかして可愛かったですね。大正解だな。そしてもうステージの方はヒカルちゃんのソロから始まって、もうシャオティンねお休みでしたけれども、かっこよかったですね。ヒカルちゃんもメインダンサーしっかり役目果たしたなっていう感じですよね。そしてウィーフレッシュからのちょっとミックスされてのワダダ、もうね一番盛り上がる2曲持ってきてくれてありがとうございますっていう感じですね。最高の流れでしたね。もうそしてねイエソの萌え萌えキュンですよ。あのイトク先輩がインタビューしに来てましたけど、イエソ萌え萌えキュンいつ覚えたんですかね。可愛かったですね。あのスズ先輩もその後やってましたよ。あペンタゴン先輩もやってましたねもう恥ずかしそうでしたけど、めちゃくちゃ可愛かったですね。そしてアイブちゃんたち、はい、黒のシックな衣装で大人っぽかったなと思いましたけど、それにしてもウォニョンちゃん忙しくないですか。多忙ですよね。多分歌謡祭の司会もやりますよね。司会もやりながらパフォーマンスもやって、いや忙しいですよね。なんか細いからすごい心配になっちゃうんですよね。忙しいとご飯食べてるかなっていうね、ちゃんと寝てるかなとかいろいろ気になっちゃって、でもまあ今年の曲受賞したということでおめでとうございます。もうママでも受賞してましたけれども、すごいですね。やっぱりもう今年はアイブの人気がすごかった。はい、でレイちゃんご家族来てるって言ってね、よかったですよね。そしてもうルセラヒムちゃんたち素晴らしかった。まず最初にユンジンちゃんマイクトラブルがありましたよね。私本当になんかちょっとヒヤヒヤしました。なんだ外れたのかな、ちょっと歪んじゃったのか何かでしたよね。こう一生懸命直してるから、あユンジンちゃん間に合うかな大丈夫かなと思ってヒヤヒヤしながら見てたんですが、間に合ってよかったですね。そこにねまずホッとしましたよかった。でその後も冷静に素晴らしいパフォーマンスでした。はい、アンチフラジャイルのロックバージョンでしたね。もうねロックバージョンはもうハイブのお家芸ですね。ロックバージョンはみんな避けられないエンティームはデビュー曲自体がもうオルタナティブロックだから、もうロックバージョンやらなくてももうロックだし、はい、もうルセラちゃんたちもロックバージョンはもう登竜門ですね。めちゃめちゃかっこよかったですよね。ダンスがやっぱすごいですね。特にルセラヒムちゃんたちはダンスがやっぱり生で見た時もそう思いましたし、あとねこういう特別ステージに強いなっていう感じをすごい受けてます。あのアワードとか歌謡祭とかもそうですけど、だからね毎回すごい楽しみですね。そしてニジューちゃんたちも、はい、出演してました。まこちゃんのね私後ろリボンが好きでしたね。あのスタイリング好きだな、可愛かったな。なんかアワードっぽいね衣装ですごい良かったなと思いました。でダンスブレイクかっこよかったですね。リオちゃんセンターで、やっぱ韓国のねコンテンツ出てくれるとこういうのも見れるから嬉しいですよね。なかなか日本のねコンテンツでは見れないパフォーマンスが見れてすごい嬉しいですね。もうすっかりニジューちゃんたち韓国のコンテンツに出るのおなじみになってきましたよね。最初はおーって思いましたけど、もう堂々とパフォーマンスしてるし、これからもねどんどん出ていくんだろうなっていう感じしますよね。そしてチョコミ、もうチョコミ大好きなんです私。クインダム2もね宇宙少女見てましたし、日本語めちゃくちゃうまかったですね。さすがっていう感じでしたけれども、いやチョコミねアワードで見れるとは思わなかったですね。ちょっと嬉しいです。ちょっとね一個心配だったのがヨルムちゃん、もうヨルマーがもともと細いと思うんですけど痩せてるように見えて、あらちょっと年末だから忙しいのかな大丈夫かなって言ってね心配になっちゃいましたね。でもパフォーマンスね可愛かったですね。チョコミっていう感じのパフォーマンス盛り上げてましたしね、良かったですね。そして
トレジャー。いや、トレジャーはね、ママの時もすごかったんですけれども、やっぱり今回も会場のね、盛り上げ方がすごいですよね。さすがですよね。そして生歌。あれ、かぶせなしじゃないですか。トレジャー生歌率が高くなってますよね、最近ね。いやー、やっぱりね、YG 感がどんどん出てきてますよね。ライブに強いアイドルっていう感じになってきてますよね。今ツアーやってますよね。もうちょっとね、チケット取れなかったんですけど、さらにどんどんライブのパフォーマンス力上がっていくんじゃないかなっていう感じがして期待できますよね。かっこよかったです。そしてドボイズ。ドボイズはもう先月ね、ライブに参戦して生で見たばっかりですけれども、とにかくね、生で見た時ほんとビジュアルが良すぎてもうびっくりしたんですけれども、映像で見てる時からビジュアルがいいことは分かってましたが、もう生で見たら本当ビジュアルがすごすぎてもう驚いたんですが、もう今回もなんかちょっと王子様みたいな衣装でかっこよかったですよね。もう半パン、真冬にね、半パン着こなせるのはもうドボイズぐらいですよねK-POP っていう感じの衣装でしたね。かっこよかったですね。で、なんかチュハンニョンは受賞したんですね。なんかちょっと字幕がないからはっきり分かんなかったですけど、俳優のあれで受賞したんですね。嬉しそうでしたね。よかったなと思います。で、スキズ、ストレイキッズですね。いや、イントロかっこよかったですね。ダンスパフォーマンス。今回もスキズも生歌だったんじゃないですか。ママの時も生歌だなと思いましたが、いや、もうなんかちょっと前までは若手っていう感じでしたけども、すっかりもう大物っていう感じですよね、スキズ。いや、今一番勢いあるんじゃないですか。今年のアルバム賞も受賞しましたし、もうね、リノは風呂敷に洋服入れてたんですよ。もう皆さんご存知だと思いますけど、いや、風呂敷にお洋服入れてた子がこんなもうね、今や大スターですよね。圧巻の、パフォーマンスだったなと思いますし、なんといってももうフィリックスの腹筋ですよ。フィリックスってね、割とこう細身っていうか、まあ小柄だしゴリゴリなイメージじゃなかったんですけど、すごかったですね今回もスキズのパフォーマンスかっこよかったです。そしてもう大鳥はもうセブチですね。すごかった。いやー、なんかね、気迫を感じましたね。ジュンとディエイトがね、お休みだったんでちょっとそこは残念でしたけれども、なんかその分11人でしっかりやるぞっていう感じの気迫を感じましたね。大鳥の気迫というか、みんな気合入ってるなーっていう感じしましたけど、なんか私はバーノンの気合をすごい感じましたね。で、ツイッターとかも見ながら配信見てたんですけど、やっぱセブチのステージさすがっていうか、もう圧巻のステージっていう感想がすごい多かったなと思って、まあそれはちょっともう私カラッとでもあるので、もう身内びいきみたいなところもあるのかもしれないですけれども、いや、さすがのセブチのステージっていう感じでしたね。もうドームでもすごかったですし、やっぱりこれぞセブチっていう感じのパフォーマンスでした。もう本当にね、豪華なアワードでしたねもう本当にいっぱい語りたいことがあるので、本当駆け足みたいな感想になっちゃいましたけれども、本当素晴らしかったです。大満足でした。アジアアーティストアワードって結構いつもね、いろんな国でやっているイメージあるので、まあ来年はまた違う国でやるのかな、どうなんでしょうね。でもまあ日本でまた何年かに1回は開催されそうな気はするので、まあいつかはちょっと生で見てみたいなと思いますが、でも年末はね、歌謡祭とかもあって、もう K-POP 好きの皆さん大忙しですよね。いろいろね、お茶会 TV の方でも追っかけていきたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。